はい、今日はですね、令和5年7月11日ね、15時17分、まあ、ただまでございます。夜勤が、5連勤中の、今日4日目が終わって、まあ、今日の夜も夜勤やけど、行っちゃったよ、ついにまたじゃん、うらー、もう。土日月は、土日は、お店見に行っただけで、一個も持たんかって。月曜日はもうパチンコにすら行かんかったのに、反動で今日行っちゃったよ。朝一じゃなかったけど、10時半、11時前ぐらいかな。全然ダメだわ。大阪市生野区にあるアミスタっていうクソ店ね。もう何年か前のクソ店にもう元通りに戻った。もう一切出ない。全部ベタピン。もうジャグラーなんか一個も4すらない。2もない。1。全部1。わあ、どんだけ回収したら気済むねんっていうぐらい一、まあまあ、今週末ね、ファン大回収デーがあるらしいからね、その景品代をね、今貯めてるんやろ。ほんまケチな店、クソな店。まあ、チェーン店やって、森口にも店やったけど、そっちはもうだいぶ前に潰れちゃって、もうそこ1店舗しかないからね。もう無理だわ。クソ店では無理だわ。もう年金のじじいばばあももう全員死ぬまで吸い上げられるよ、あれ、マジで。今日ね、総投資が2万6千円。回収が5500円。じゃあ、5連しないわ。5連したけど、ビッグ1レギュラー4とか、そんなん。もう、カスもカス。あんまに。その代ももう、腐りに腐って。ダメだ、ありゃ。どんだけ引き強っても勝てんぞ、あれ、マジで。まあでもね、ジャグラーペカルだけなんでね、お店さえちゃんと選んで、もう今日、こんなね、夜勤の連勤中のね、今日も仕事の日にいたらあかん。もう休みの時にちょっと遠出して、ちゃんと店選びして、いい店行かんたら。ね、ということでね、今月5勝3敗、マイナス1万7500円。今日の2万500円負けたいな、プラス3000円やったのにな。まあ、まだまだあるね、今月ね、まだ今日11日なんで。ね、まだ3分の1ですから。またドタペカらしいね、回収すればいいかなと思います。じゃあ、簡単や。ありがとうございました。はあ、酒飲んでねよ。